はい、こんにちは。中学受験さくらチャンネルの竹谷直樹です。今日は国語が苦手な人のための動画、今日はね、日本の技術力についてね、まあ読んでみましょう。これは古関智博さんという方のね、道具に秘密ありっていう、ものから、読んでいきます。では早速やっていきましょう。メガネを買うと必ずと言っていいほどメガネ拭きをくれる。小さな布に店の名が入っている。最近のメガネ拭きは昔と違って実によく拭ける。その代表格がトーレのトレシーというメガネ拭きである。トレシーはなぜ汚れがよく落ちるのか。たまたま買ったメガネについてきた説明書きがある。それによると、まずトレシーの繊維の細さがある。普通の繊維の直径は15ミクロン。1ミクロンは1000分の1ミリなのに対してトレシーは2ミクロンと極細である。汚れの細かな部分にまで繊維が入り込んで汚れを吸収できる。そして次に、細いことによって拭き取られる汚れが毛細管現象の働きで、繊維の間にある隙間、ミクロポケットに吸い込まれるからだという。太い糸を吸い込まれず汚れを移動するだけだから、汚れはまたレンズに付着するということである。このような極細の繊維はナイロンやポリエステルのような人工繊維の一種で、天然繊維である絹よりはるかに細い。メガネ拭きの他に雨を弾くのに汗の水蒸気は通ることで知られるゴアテックスの防水コートやウィンドブレーカーで知られる。また極細繊維を集めて糸にして織った衣服の肌触りの良さは、ピーチスキン、桃の表面の肌触りと呼ばれて愛用されている。メガネ拭きのような小さな布切れからも、実は日本の繊維産業の姿を見ることができる。もともと日本の資本主義の発達を支えてきたのは繊維産業だった。1933年、昭和8年に日本の綿布輸出は世界を抜いて世界第1位となり、1936年には人造毛糸生産額が世界第1位となった。戦後の日本経済の復興も糸辺景気と呼ばれたほど繊維産業が栄えた。戦後の日本は機械金属産業と呼ばれる分野が急進するが、それらの機械製品の輸出割合約 30% が、繊維約 27% を抜くのは1962年のこと。その頃から日本の繊維産業は社用と呼ばれ、成熟産業として産業の担い手の主役から脇役に追いやられてしまった。この傾向は先進資本主義国に共通するものではあるが、しかし世界規模で見れば今も繊維産業は成長産業なのである。人口の増加や医療品に対する要望を考えればそれは当然である。そしてとりわけ天然の繊維ではなく、世界の合成繊維の生産量は1970年から今日までに3倍以上に増加しているという。生産量が増えているだけではない。世界各国の繊維メーカーは消費者が豊かになるに従って、より高品質のより高価な繊維製品を生産することで大きく収益を伸ばしつつあるということである。ポリエステルやナイロンに代表される新しい合成繊維は、アイロンがけが不要な形状記憶シャツのような新しい医療として世界中に普及しているだけではない。もはや天然繊維では不可能な高級医療を生んでいるほかに、自動車のエアバッグやタイヤの素材にも使われ、さらに炭素繊維を生んだ。カーボンファイバーは今やあらゆるスポーツ用品に多用され、また航空機の重要な素材になっているのである。ところでそのような合成繊維はどのように作るんだろうか。天然の絹の10分の1というような繊維を紡いで糸にするというが、その機械のノズル、液体を噴出する装置はどんなものだろうか。さあ今日はここまで、ここで切って、確認してみましょう。さあ、メガネを買うと必ずと言っていいほどメガネ拭きがついてきますよね。小さな布に店の名前が入っています。最近のメガネ拭きは昔と違って実によく拭けます。さあ、その代表格がトーレの何というメガネ拭きですか。で、トーレのトレシーというメガネ拭きなんです。
さあ、このトレーダー、トレシーはなぜ汚れが落ちるのかというと、まあ、その筆者が買ったメガネについてきた説明書きがあるんです。さあ、これトレシーの繊維というのが細いんですか、太いんですか。とても細いんです。さあ、普通繊維の直径は15ミクロン。さあ、1ミクロンは1000分の1ミリですよ。それの15ミクロンに対してトレシーはさあ、何ミクロンと極細なんですか。そう、たった2ミクロンしかないんですよ。だから細かな汚れの部分にまで繊維が入り込んで汚れを吸収できます。そしてさらに、どんなところがすごいでしょう。そうなんです。細いことによって拭き取られる汚れが毛細管現象の働きで、繊維の間にある隙間に吸着されてしまうんです。吸い込まれてしまうんです。太いと吸い込まれず汚れを移動するだけだから、汚れはまたレンズに付着するんです。だけれどもトレシーだったら汚れも吸い込んじゃうんです。このような繊維の極細の繊維はナイロンやポリエステルのような人工繊維の一種で、天然繊維である絹よりはるかに細いんです。例えばメガネ拭きのほか、ゴアテックスの防水コートっていうのは、さあ雨は弾くんだけれども、さあ汗はどうしてくれるんですか。そう、汗の水蒸気は通して外に出しちゃうんですよ。だから雨は降ってもう通さないんでね、体の方に来ないわけです。でも人間が描いた汗の水蒸気は外に出してくれちゃうんです。そういうウィンドブレーカーで知られている。また極細繊維を集めて糸に織った衣服の肌触りの良さは、さあピーチスキンと呼ばれて、桃の表面の肌触りと呼ばれて愛用されているんです。メガネ拭きのような小さな布切れからも、実は日本の繊維産業の姿を見ることができます。もともと日本の資本主義の発達を支えてきたのは何産業だったのですか？そう、繊維産業なんです。昭和8年に日本の綿布輸出はイギリスを抜いて世界第1位になりました。そして1936年には人造毛糸生産高が世界第1位となりました。戦後の日本経済の復興も糸辺景気と呼ばれたほど繊維産業が栄えたんです。戦後の日本は、さあその後繊維産業に代わって何産業が、急進してきましたか？そう、機械金属産業です。それらの機械製品の輸出割合約 30% が繊維 27% を抜くのは1962年のこと。その頃から日本の繊維産業は斜陽と呼ばれ、成熟産業として産業の二大手の主役から脇役になりました。この傾向は先進資本主義国に共通するものですが、しかし世界規模で見れば繊維産業は成長産業だっていうんです。さあ、なんで繊維産業は成長産業と言えるんでしょうか。そう、世界的には人口が増加しています。そして医療品の要望も、高度になっています。だから世界的には成長産業なんです。そしてとりわけ天然の繊維ではなく世界の合成繊維の生産量は1970年から今日までなんと何倍に増加していますか。そう、3倍以上に増えているんです。生産量が増えているだけではありません。世界各国の繊維メーカーは消費者が豊かになるに従ってより高品質のより高価な繊維製品を生産することで大きく収益を伸ばしつつあるんです。ポリエステルやナイロンに代表される新しい合成繊維は、アイロンがけが不要な形状記憶シャツのような新しい医療として世界中に普及しているだけではありません。もはや天然繊維では不可能な高級医療を生んでいるんです。また自動車のエアバッグやタイヤの素材にも使われ、さらに炭素繊維も生みました。カーボンファイヤーは今やあらゆるスポーツ用品に対応され、また航空機の重要な素材になっているんですね。繊維がね、飛行機の素材になってるって言うんです。さあ、そこで、ところで、そのような合成繊維はどのように作るのか。さあ、なんと天然の絹の何分の1の細さの繊維を人工で作れるんですか。そう、10分の1。絹も細いのに、絹の10分の1の繊維を紡いでくれる糸。その糸を作るその機械のノズル。液体を噴出する装置はどんなものだろうかっていうことなんです。絹の10分の1の細さの合成繊維をね、作るにはそのノズルがいるわけです。ですからそのノズルも絹の
10分の1の細さなんです。そのノズルを作る人がいるんです。次回はその続きを読みましょう。いいなと思ったらチャンネル登録お願いします。では今日はここまでにしましょう。